使用するインジケーターは0。時間や通貨ペア一切関係なくエントリーできる。チャンス量産1分手法を大公開。マスターすれば分給5万円も夢じゃなくなります。また私の LINE では、今回紹介する手法と一緒に使用することで、より勝率を上げることができるマル秘テクニックを限定で教えちゃいます。キーワードは動画の最後でお話ししているので、絶対に最後まで見てください。こんばんは、元銀行員トレーダーのかなこです。時間や通貨ペア一切関係なくエントリーできるチャンス量産1分手法をご紹介します。この手法、どんな通貨ペアにも使えて、好きな時間にエントリーできちゃうんです。しかも期待値が 80% を超えているので、うまく活用できれば1分で5万円近くの収益を出すことも夢ではありません。実際に私もこの手法を活用して5万円近くの収益を出せています。楽して稼ぎたい人や、少額資金を一気に増やしたい人は必見の内容です。今回もチャートを使用して手法を紹介していくので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。では早速チャートを使って説明をしていきます。今回の手法は1分足で使用する手法になるので、 M1 を選択して1分足に設定します。今回紹介するチャンス量産1分手法では、ハラミ線というものが重要になってきます。このハラミ線というのは、ローソク足の組み合わせを目安にチャートを考える方法で、2本のローソク足を1セットとして考えていくものになります。ハラミ線の種類は2つあります。1つ目のハラミ線は、陽線の高値と安値の間に陰線が挟まれている状態のものになります。こちらの画像をご覧ください。こちらは陽線の緑で、陰線を白で表しています。左側の陽線のローソク足の高値と安値に、右側の陰線のローソク足が完全に包まれている状態になります。このハラミ線を陽のハラミ線と言います。そしてもう一つが、陰線の高値と安値の間に陽線が挟まれている状態のものになります。こちらも画像で説明していきます。こちらをご覧ください。先ほどと同様に、陽線を緑で、陰線を白で表しています。左側の陰線のローソク足の高値と安値の間に、右側の陽線のローソク足が完全に包まれているという状態になります。このハラミ線は陰のハラミ線と言います。ハラミ線は1本のローソク足と比較して、2本目ローソク足が大きな値動きがなく、膠着状態を試算する指標に使用されています。またハラミ線が形成されると、価格の上昇もしくは下降の力が弱まっているので、トレンドの転換が予測されます。このトレンドの転換には、陽のハラミ線と陰のハラミ線で形成されることがほとんどです。しかしここで注意してほしいことが一つあります。トレンドの転換は経済指標で変化することがあり、陽線と陽線のペアや陰線と陰線のペアで形成されることもあります。特に金曜日はアメリカの重大な経済指標が発表されることが多く、特に毎月第1金曜日はアメリカの雇用統計が発表されるので、相場が荒れることが多いです。そうなると値動きを予測することも難しくなるので、この手法で取引を行う際は十分お気をつけください。ここまではハラミ線の説明を行いましたので、ここからは実際にチャートを使用して解説していきます。ではこちらのチャートをご覧ください。このチャートは陽線を黒、陰線を白で表示しています。真ん中にある陰線に水平線を引いて、高値と安値の位置を表しました。この陰線の高値と安値の範囲内で、次に形成された陽線が陰線に包まれている状態を確認することができます。1本目の陰線が2本目の陽線を包んでいるという状態になるので、これが陰のハラミ線になります。続いて陽のハラミ線を確認していきましょう。先ほどと同様に水平線を引いて、陽線の高値と安値の位置を表しました。陽線の高値と安値の範囲内で、次に形成された陰線が陽線に包まれている状態を確認することができます。先ほどの陰のハラミ線では1本目のローソク足にヒゲがありませんでしたが、今回の陽のハラミ線では1本目のローソク足にヒゲがあります。この場合の高値と安値の範囲内はヒゲも含めて考えて大丈夫です。なので1本目の陽線が2本目の陰線を包んでいるという状態になるので、これが陽のハラミ線になります。見つけること自体あまり難しくないですよね。ではこれらの内容を踏まえた上で、ここからはエントリー条件を説明していきます。まずはハイエントリーの解説を行っていきたいと思います。はい、先ほど表示していた陽のハラミ線の水平線を消して少し見やすくしてみました。まずはエントリーポイントその1、陽線が形成されるのを待ちます。このチャートがリアルタイムだった場合、陽線が形成されるのを待ちましょう。続いてエントリーポイントその2、陽のハラミ線を確認します。陽線が形成された後に形成された
された陰線が1本目に形成された陽線の高値と安値に包まれていることを確認してください。先ほども説明しましたが、1本目の陽線はヒゲも含めていますが、2本目に形成された陰線はヒゲを考慮せずに実体で判断をしてください。エントリーポイントその3、3本目に形成された陰線も1本目の陽線の高値と安値に包まれていることを確認してください。このポイントを確認することができたら、4つ目のローソク足でハイエントリーをかけます。はい、しっかりと勝つことできましたね。短い陽線になっていますが、反発して NG になっていますよね。今回は陽線、陰線、陰線、陽線の順番になっていますけど、こちらのチャートをご覧ください。1本目と2本目は陽線と陰線になっていて、陰線は陽線に包まれているので陽のハラミ線になっていますよね。注目してほしいのは3本目の線です。先ほどは陰線になっていましたが、このチャートでは陽線になっていますよね。この3本目の線が陰線ではなく陽線だった場合は勝率が上がるので、ここでぜひ覚えちゃってください。続いてはローエントリーについて説明していきます。まずはエントリーポイントその1、陰線が形成されるのを待ちます。このチャートがリアルタイムだった場合、陰線が形成されるのを待ちましょう。続いてエントリーポイントその2、陰のハラミ線を確認します。陰線が形成された後に形成された陽線が1本目に形成された陰線の高値と安値に包まれていることを確認してください。エントリーポイントその3、3本目に形成された陽線も1本目の陰線の高値と安値に包まれていることを確認してください。この3つのポイントを確認することができたら、4本目のローソク足でローエントリーをかけます。はい、今回も勝てましたね。こちらはハイエントリーと違い、 N の形が逆になっています。こちらは陰線、陽線、陽線、陰線の順番になっていますけど、3本目の陽線が陰線だった場合は勝率が上がりますので、こちらもぜひ覚えちゃってください。また今回はインジケーターを使用せずに説明を行いましたが、実はとあるインジケーターを使用すればさらに勝率を上げることができます。そのインジケーターと設定値に関しては私の公式 LINE の登録者の方限定で共有をしているので、概要欄に貼ってあるリンクから私の LINE を登録してハラミ線とキーワードを送ってきてください。はい、ということで本日の動画はいかがでしたか。今回紹介した手法以外にも、投資やバイナリーに関してわからないことがあればそのままにせず、概要欄から私の LINE を登録してどんなことでも聞いてきてください。バイナリー以外でのメッセージもどしどしお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。